根性任せの原始的な戦法かもしれねえ。なんでバッテだ。どっちが生き残るか。こいつは見物だぜ。でしょうね。一歩根性見せろ、ぶっ倒せ。どんなに痛くとも痛くないと自分に言い聞かせるんじゃ。足に来始めた。こんな相打ち続けていたら僕の方がされる。そんなバカな顔色も変えずに打ち返してくるなんて、そんなはずは。あの一息で松さ沈む。弱気さならな、ありったけをぶち込むんだ。小僧、オズマは嫌がってるぞ。もっとプレッシャーかけろ。どっちも引かねえもんだ。勇気あるぜ。いい根性してるじゃねえか。うわフィニッシュだ、オズマ。聞いてない、聞いてない、聞いてろ。タウンついに完璧。あれなんだあれは。立ちたたんか小僧、立ち立ち。どうした、貴様の根性をそれっぽっちか。なんだ、なんであんな不安そうな顔してるんだ。オズマさんも聞いてるんだ。立てれば。おい、立つつもりかよ。うちだよ、立てっこねえよ。立てるわけがない。立ったくれ、一本立て。どうだ、やれるか。やります、やれます。オズマチャンスだ。気遅れすんな。もう一回倒せば勝つ。ボス、いけるなこのチーム。オズマ倒せ。オズマの間は手があるとこ。会長、ダウンを奪いましたよ。おお、でかしたわ。フォー。ダメだ、相当効いてるぜ。ファイブ。頑張れオズマ。オラたちが応援すねえでどうする。オズマ立てー、うん、すごい手応えだったのに。立ったぞ。なんて気迫だ。でも僕だって負けられない。4回戦は2ノックダウン制だ。あと1回ぶっ倒せば一歩の勝ちだ。くそ、勝っただけでも身の毛がゆだっちまう。まずい、もうこれ以上はここで決めなければ。これで終わりだ、幕の内。勝者、幕の内。よっしゃー、やっとオズマの服を攻略したか。そうじゃ、小僧の勝ちじゃ。よく覚えてないけど、信じられない。特訓の成果が出ましたね。フィニッシュの右フックのスピードがわずかに落ちたのはそのためか。ありがとうございました。また後楽園ホールに来いよ。お前の試合見に来るぜ。オズマも一歩ほどの強打者と対戦するのは初めてだったんだろう。俺行くぞ。はい、こうですか。勝ったんだ、僕が勝ったんだ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。試合に負けたのは残念。やったな、あのボディへのアッパー、すごかったっすね。待っていてくれてたんですか。よかったな、一歩。遅くなるからいらないよ。行ってきまーす。おう、こっちだこっち。早かった。おい、高村だよ。本当だ。近くで僕のことを覚えてくれた人もいるみたいだ。だから違いますって。そうじゃないと言いながらしっかりアプローチしてるじゃねえか。ねえ、あの子本当だ。さっきのはこれか。いつまで浮かれてんだ。試合始まるぞ。頑張れよ。顔打たれない。赤コーナー川原所属、青コーナー前田所属。腹を打って足を止めてやれ。あの高田ってのはお前と同じファイターのボクサーだぜ。はい。なめやがって。俺相手じゃ足を使う必要ねえってか。ギャオだ、これだけくっつけ避けられねえだろ。どうしちゃったんだ。これじゃまるでインファイターの試合だ。打ち勝って。カウンター。しかも以前よりスピードも破壊力も数段上だ。接近戦やラフファイトを身につけた上にカウンターも鋭くなった。なんでボクシングなんかやりたがるんだろう。宮田も頑張ってるんだ。てめえも。負けちゃいますー。だらけてるな二人とも。8回戦に上がったってのに。しゃあねえ、俺たちも動くか。ほらほら、脇が甘いぜ。ほら首振れ。お願いします。ほう、やっとるな。ええ、はあ、各方面に交渉してはいるんですがね。おお、マシバも勝ったのか。相手の選手は血だらけ。第3シードの吉田も間違いないでしょう。見るかい、君の次の対戦相手だ。赤コーナー116パウンド、維新所属。吉田はインターハイで2年連続準優勝してるからな。小星健太。あ、ジャブが入ったけど効いてない。よーし、そうだ。またクリンチかよ。本当に勝ったのか。でもきっと山場が。判定勝ちか。はい、おめでとう。よかった。自分のボクシングを見失っちゃポイントも取られる。なんだ、何。もう一人のシード選手の試合だよ。女に囲まれて当然でずらしやがって。俺はこういうやつ。この俺様がつい熱くなっちまった。この速水のためにさっきの吉田は高校時代ずっとナンバー。挑戦しよう。もっとにらめ。もっとしらきしゃー。どこまで憎たらしいんだこの野郎は。早いだよ。でレフェリーストップまでに何発入る。ボクシングセンスの桁違いじゃ。いや、スピードなら宮田以上だな。ちょっと刺激が強すぎましたかね。こんなところにパン屋ができたのか。時間が遅いから売れ残りしかないな。あの時の子だ。全部で450円。大丈夫ですか。あ、いや、はい、全部ありました。チケット拾っただけだし。惜しかったらまた来てくださいね。もしかして偶然僕の試合やってたりして。ったく今日もクソ暑いぜ。あれ、一歩は。一歩オーバーワークは逆効果だぞ。おい、なんか妙だぞあいつ。ああ、この花はどうした。そんなんじゃないですよ。さっきの張り切りはただ事じゃないと思う。まあそれならいいが、ボクシングってのはヘングリーなスポーツなんだ。ああ、醜いね、男の嫉妬ってのはよ。俺様のファイトスタイルがの歯。どうしちゃったんですか青木さん。あまり気にするな。あいつが言う可愛い子ちゃん。ああ、帰ってきた。高村君からよ。高村さん、美人は来れねえが青木と木村は来る。お前も来い。行きます。僕も連れてってください。ゆかちゃんはまだ膨らますなって言ったろうが。じじいのいない海か。